ってことで、本日は焼肉大パーティーでございます。じゃあもう乾杯しちゃいますか、うん、じゃあ本日の主役のこちらのお肉、めちゃくちゃいいお肉ですがな、他にもたくさんこんだけあります。やった、はい、みんな食べ盛りなんで、やった、はい、じゃあみんな油で乾杯じゃあ俺殺そうとしてんだはい、乾杯。タンからいっちゃいますか。適当に、はい、タンからいったろうやないかいって。めっちゃ綺麗にこれやってくれたっすね、ガチで。うん、もったいないからやめとこう。うん、え、今日何食べるの、そしたら。野菜縛り。え、もうこれ多分いけますぜ、ね。はい。はい、お皿出してください。はい。出してね。はい。はい。え？パンの味ですよ。ガチでうまいっすか？うまし。ちょっと俺もいただきます。うん。もう柔らかいっすね。で、今日は何の話するんですか？今日はですね、まあ、やっぱちょっといつもは触れられない話を。ちょっと席外しますね。ね、タレで食べたい。ああ、確かに。タレあり。タレあり。タレもしかしたら手書き。え、うまくね、ガチで。うまい。見てください、これ。ほら。映ってるかな？うん。これさすがにバンかもしれない、可愛すぎて。とか何の話するんだっけ？逆にいつもやっぱ聞けないこととか、やっぱここで赤裸々にね。やっぱ話しといた方がいいんじゃないですか。なあ、うん、そう、みんなやっぱ積もりに積もって、たまりに溜まってるものがあると思うんですよ。前職とか。前職あるかな、みんな。みんな学生、学生の可能性高いの。俺でも、俺昔でも居酒屋でバイトしましたよ。皆さんしてました、そういうの。いや、俺でもバイトらしいバイトはしてないね。うん、なんかそういう、なんか面接受けて、なんかやるとか。面接とか受けない方のバイトやってたんですか。そう。まあでもマジで、でも人生で一回は飲食店とかやっといた方がマジでいい気がする。今から無理じゃない？ん？今から無理じゃない？いやでも全然いけると思うけどな。その顔で？顔で？こんな顔バレた。うん、ああそういうことか。悪口じゃない。海外予定ないんですか？旅行？そう、旅行とか。マジ海外行けるの？行けないっすよ。飛行機乗れねえよな、確か。そう、飛行機乗れないから。ラックリストみたいな。いや、そんな悪いことしない。普通に飛行機高くて乗れないの。やっぱ高所がね。いや、そうなんだ。沖縄とか北海道行くときはもう丸く気絶させるしか、やり方法がない。うん、だからなんで避けるんだ。タレ取ってカレーですね。ああ、ごめん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 。で、ルノケがさ、お酒入れて声が出なくなってたのおもろかったよ。あれね。今日は今日も酔っ払っちゃいますか。いや今日だっておとなしいよ。普通にでもこれやばいよ、酔っ払うよ。秒で酔っ払うんだよな。うん、開けた時の中で酔っ払う。いや、そう、あり弱いじゃん。嘘だと思うじゃん。うん、ガソ嘘かい、はい、お腹いっぱい。え、一番食べるやん。一番食うっていう予定だったのに。昨日すき焼き行った時だってめっちゃ食ってたからね。え、大食いってことは言ってるの、うん、言ってないの、うん、いいじゃん、ギャップで。サワカで腹パンってよく言ってる。マジでいっぱい、多分この中だったら一番食べるんですか。いや、そんなことない。コンディション次第だな。あ、結構ね、あの、振れ幅が激しい。30。うわ、絶対甘いぞこれ。草だよ。じゃあ下置いて。はい、草だよ。草ありがとう。うん、うまっ。草ちょっと半分でよかった。うん、でもこれくらいがちょうどいいよ。うん、うまっ。キムチサンチありだな。いや、丸くんレベルになるとそのままいった。うん、死ぬな、間違いなく。どう、今何割？こっちはいい。終わりだな、どうか。8割かも。情けないぜ。ベンちゃん何割？来てんなぁ。だいぶ来てんなぁ。え、りーちゃんでもどんくらいの？え、6くらい。ああ、まあ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 、6、7、8、7だけど。え、るぞっけよ。でも今日マジでチーズケーキとチーズケーキしか食ってないから、割と7くらい。結構埋まってんな。みんないっぱいだな、ね、この前だってね。でもマジでこの前のタコパワだって結構サービスショット多かったもんね。あれやばいよ、あれやばいよ。
マー君に校長の感謝を、うん、よしね。やめてよ。もう校長それ多分映ってないからギリギリ。しかもマー君映ってもなんもないから。めっちゃうまそうやんこのお肉。うまいどー。誰が買った？誰が買ったこれ？じゃんけんしたら。そうだじゃんけんだ。買い物に財布持ってこねえって言ってたんですよ。いやいや、まあ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 、いやでもそんなことはないっすよ。普段は持ち合わせてたんですけど、今回たまたまなかった。なあ、はい、そんなので最初から怒ってもらおうかな。でもその後1万円札自販機に入れて飲み物買った。印象最悪すぎる。じゃんけんする？ね、確かにじゃんけんしよう、ね、それは。いやでもマジで今日いい感じで疲れてるかも。もう寝れるわ。うん、え、でもこの動画出てるってことは俺一個触れれるやつあるかもしんない。アツクラのオフラインイベント、ああ多分触れれる。でも喋ることないんだよ。確かこの段階では何もほぼ決まってないもんね。大まかなとりあえずやるようぐらいですもんね今のところ、うん、あと場所が決まってるぐらい、うん、場所取りに行ってるぐらい。え、どうよ、角張りよ、すごいやばいよ。うん、うまい。そっちね。そっちか。ご飯は美味しいよね、確かに。いやでもマジで多分最高っすよ景色。だって目の前がもうお客さんだけでしょ。ああ、自分のブランドの服着て。いやそう、ね、宣伝するわ。また掲示板で叩かれそう。なんで書かれるか予想しよう。なんで書かれるか予想ゲーム。そんな叩かれる。いやすげえ。いやそうよ、最近多いから お気持ちコメントがね来なかったっすか。大丈夫っすかお気持ち。俺人の心わかんねえから。じゃあ大丈夫。まあ、じゃあ大丈夫、こんな大丈夫や。でもアツクラライブ面白かったっすね。ね、うん、あれは本当にあんなうまくゲーム作れるんすね。確かにね、うん、普通にゲーム性としてめっちゃ面白かった気がする。ちゃんと1ヶ月間、ね、遊べる内容だったっていう、うん、やっぱアップデ大事なんだ、うん、めっちゃ思ったね。週1でアップデしたら、うん、めっちゃアップデちょうどいい。いや多分ちょうどいい気がする。なんかみんなゲーマーだからやり込むから、そうやり込むから週1ぐらいが一番ちょうどいいみたいな。やり込んで、うん、回収し終わったぐらいにまたその新要素が来るから、やっぱそれがいいっすよね。飽きないよ。最初となんか2日3日ぐらいでなんかいいの見つけて、はいはいはい、4号ぐらいでそれをひたすら回収しまくってみたいな。で7でアップデが入る。でそこでまた変わるっていう、また環境が変わるっていう。まあ中にはお宝溜め込んでて大損した人も中にはいたけど。回収の時のあれの60え64の10分の1だった。10分の1ですよね。カツさんの時計ビジネス大赤字。あれは大赤字だ。これソーセージいけるかな。いけんじゃない。いや、あとね、ね、23秒やったもんね。ガチ。見てわかる。いや、俺ソーセージは結構厳しいよ、大丈夫。いや、普通に。うん。結構ガチだったな。その道でやってる。うん、マジ？印象マスター。ソーセージ。ソーセージマスターいそうだもん、普通に。世界でバズってる。うん、確かにそう。世界でバズりそうですね。中国サイズ超えてるの3本ある。ちょっとじゃあソーセージ行かせてもらいますわ、うん、やばい、これ絶対あの口元に出るやつですわ。やばい、これやばいかも。こっちもしたらしまう。うわっ、うわっ、うわっ、うわっ。ソーセージってタレつけた後にもう一回焼くとうまいって知ってました。あ、知らなかった。知らなかったっすか。へぇ、俺もソーセージマスターだ。俺、でもあれ、ソーセージマスターそれね、綺麗延長。でもマジでこれ、もうお腹いっぱいまで食べたら眠たくなっちゃいそうね。うん、まあ、昼寝して帰ったな。まあ、僕の昼寝して帰ったね。あ、今日はいらないけど扱い雑すぎないっすか。どうしよう、ちょっと酔っ払ってきちゃったもん。ちょっとこの焼肉の雰囲気に酔っ払ってきちゃったかもしれないです。そこ行っちゃうぞ。やめて。一瞬で冷める。これだけ閉じ込められたら一瞬で冷めるな。リアルな話結構全然ちょうどいいぐらいかもしれないです。まあまあいけるよ。うん。
今3割ぐらい。うん。これは消化すご。マジ大食い目指した方がいいかもしれない。長くていいとか。ああ、着実に溜まってるっすね。一番堅実に溜めてる。まだ食えるけど、着実に何か埋まってきてる。堅実に溜まってきてるっすよ。チョコレートディスコ。やっぱ懐かしいっていうことは僕とミエさんやっぱ同じぐらいの世代だってことなんですね。その曲何？この話題もあんま触れない方がいいのか。年齢が詮索されそうな。オンリーちゃん小学生の時とか、はい、気の流れが早すぎてすごいよね。そういうのをさ、もう漏らさないわけじゃん、完全に。そう、ポロって言っちゃわないと思って、そういうのって、まあ、年齢は言わないと思うけど、なんか例えばなんか年齢がバレそうなことをポロって言ってしまいそうになるみたいな、ね、そう、そもそも話題に出さない。ああ、大体こういう話題が出た時って、うん、その人が喋ってるから黙る。ああ、それが一番だよね。マラソンとかは、うん、ああ、兄ちゃんは触れちゃダメなもんねみたいな、マラソンパスしてくるから。空気をもらいパスをしてくるからな、たまに。一時期ね、みんなで出してたじゃないですか、そのなんか違うゲームとかをね。その時に、まあ、僕がとある事情で、まあ、ちょっと大人事情で出せなくなったと。でその時はいつも非公開にしてたんだけど、その時まあ別に非公開も限定公開も変わんねえかと思って。あったもう多分喋るなってことかもしれない。で、まあね、いつも非公開にしてたところを限定公開にしたの。でも あれって限定公開だったら正直まあ新しい人はもう見れないじゃん、うん、そう、一回でいいねしたりとか出てきたらいい。あ、そうけどまあ実質もうなんか閉じてるみたいなもんかなと思って限定公開にしたんですよ、はいはい、そしたら掲示板みたいなところで、あいつはメンバーを使ってコラボ動画を撮ってそれをサブ限に回してそのサブスクの数を増やそうとしてるみたいな。綺麗な？増えてない。一人も増えてない。むしろ減ってる。ソーセージがちょっとおもろすぎてソーセージ終わってるかもしれない。ソーセージカット入ってるかもしれない最悪。カットで落ちついたかは。ソーセージ満タンにしてさ、誰が？米トークして、うん、あの食らった人をそれ見たく。あ、いいかもそれ。ドキドキするな。顔に焼けつける。なんならだって一撃でみんな帰る可能性あるでしょ。ハチーって言うて。めっちゃこれ純粋に思うんだけどさ、マイクラってどうなったら上手くなるの？いや、なんかマジでマイクラなんかほんとなんか上手くなる気がせんのよな。なんかこれ普通に練習してないからじゃない？でよ。でもやっぱ上手くなるコツはやっぱもうゲームやること。ダンスに上手くなれると思うな。これ響くなぁ。もうだってね、いっぱい SO やってる人がね、やっぱね、いるわけですから。え？好きなビールを選ぶの。ああ、大丈夫。君も飲まないかい？飲めない。心酔いで、なんか、体にブツブツできる。そう、言ってたね。ガチで飲まないって。でも、美味しいご飯と食べた時に飲むお酒はめっちゃうまいですよね。ああね。うん、ビールとか、結構マジで普通に合う。結構お腹いっぱい。それな、でも俺結構もうお腹いっぱいかも、割と、うん、俺もいい感じ。結構お腹いっぱいかも。これでも食べきれるぐらい、ちょうどね。わかるわ。これわかるでしょ、うん、この動き、うん、大食いしてる人とかだったらね、やるんだけどね、よく、うん、落とすやつね。そう、もう大腸にそのまま直結させる。今日はね、やっぱ、うん、ちょっと俺100分の本当に 10% ぐらいしか出してないような気がする。え、取り直す？本当はもっとひどくなるかもしれない。大丈夫、もう肉も終わりだね。うん、もう終わりっすよ。へぇ、もう焼肉パーティーも終わりに差し掛かってます。食べるよ。ん？いや、見るのが好きっすね。あー、へぇ、そうかすかないんですか。パンチも好きっすけど。あ、じゃあ、つながった。いや、見るのが好きなんでね。パンチ見るの。今日でパンチのこと嫌いになりそうだね。調子良かったっすね、意外と。うん、マジで配分神かも。こんなちょうどいいことなかなかないっすよ。これぐらいでや。これぐらいだとしたら、これぐらいでや。食いしばきやん。三十の食いしばきよ。おお。あぶねえ。いや、パチンが当たったんだ。俺に三十食わせたら、パチンが当たったんだ。見てこれ、これ
シャオ肉やん。シャオ肉だね。ごめん。全部今コメント取られた。吸い付いてったコメントが。なんかこれ、今日でサンチ嫌いになりそう。永遠とサンチ食うはず。最近はもう、マジで PC 持ってるのが結構当たり前の世界になってきたっすからね。PC 持つって結構えげつない気がする。だってなかったかな？俺だって初めてなんかそういう、あれ買ったの、俺大学生の時、iPad をローンで買ったぐらいだったから、ゲーミング PC だってだっていくらすんのっていう。安いやつでだって15万とか？15万は。12万ぐらい。子供部屋、子供勉強机のゲームさ、ゲーミング PC 置いてる画像みたいな時代だもん。マジ？やばいね。お年玉とかだからもう全突破してんだろうね。マジで全部貯めて。何年も貯めてとかで。まあでも1年あればあそこなんだよ。個人的にも大変に持ってた。とんでもないゴールド。1年あれば3台買えるっていう。みんなお年玉もらわないの？いや、俺全然なかった。お年玉ってさ、はい、取られたの？取られた。取られたよ。みんな取られた。みんな取られた。あ、どこに行ったか知ってる？もう、僕も知らない。支援払うの？あ、じゃあ勝った人からどこの位を払いたいか決めていけばいいね。うわ、男気ねえやつが分かっちゃう。そう、男気ねえやつが分かっちゃう。そう、まあ、そういうことだ。いや、そういうことっすよ。だから男気含めた楽しいジャンケンがこれでできるんですよ。まあ5桁4桁3桁2桁とかね選べるんで、はい、いくよ。勝った人からね。はい、最初はグッチョケパイ。おーい、最初はグッチョケポイ。熱っ熱っ。いや、これさ、いやだから選べるのよ。男見せすぎた。一番高いのがまあ5桁って言ってくれたり、 5だよね。5桁って言ったら、うん、一番安いのが1だよね。まあそれはさすがにどう考えても5でしょ。おー、最初はグッチョケポイの、おー、まあ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 、最初はグッチョケポイ。わーい、もうこんなん1だろ。最初言ったなぁ。4払う旨味ないもんな。ただただ4きついもんな。ほな俺も2でお願いします。4と3がでも残ってる。それ4枚よくやるよ。4と3が余ってない。まあ5桁あるから。マジで好きな方でいい。マジで3桁目は普通にマックス900円。うん、ああ、そうなの。マックス、9000払うっていう。そう、4桁だったら、マックス9000円。ああ、マックスで。素直に、ちゃんと普通に払いたい方がいいよ。じゃあ、いいよ。9払いよ。おお。9桁。すなんかこのネギ、アヒージョみたいになっててうまいっすよ、絶対。確かに、ネギ油。そう、ネギ油になってる。でも油ギットギトだな、これ多分。めっちゃ相当ご飯入れないと、これはギットギトっすね。3分の1ぐらい。うん。お腹いっぱいですわ。最初、これ、ちょっと。これでしょ。これでしょ。これでしょ。すまない。じゃんけんする？最初はグッ、じゃんけんぽい。強い。マル君だけでサンチは一袋食ってんじゃない。これもう食べきっちゃいますか、じゃあ。うん、食べちゃう。ね、これ食べきって、ごちそうさまっすよ。やっぱ3個もない。ああ。サインに欲しい。やっぱ欲張っちゃった。作ってあげようと思ったのに。この肉ちゃん。サンチ。いっちゃえ。お願いします、誰か。じゃあ、食ってきっぽい。食いたかったー。ちょっとしてる。300、マジで。おいや。これでは皆さん、そうよ、手を合わせて、はい、ごちそうさまでした。ということで皆さん、この動画がいいなと思った方はぜひともチャンネル登録と高評価お願いします。メンバー登録もよろしく。最悪すぎる。ボタンになんかそういう動画だった。締め方悪っ。